ごいお腹のおっさんです。今回はステラおばさんのクッキーということで、これもどうですか、これ可愛らしいですか、これこれいただきもんでーす。これもらいました、近所の人から。はい、これはなんと一応品名はカントリーベアクラフトカッコショーって書いてますね。アントステラって書いてますね、これね、兵庫県の尼崎市ね、大阪センターって書いてありますね。これね、7枚入りですね。食べてみます。7枚で552キロカリーということで、ちょっと開けてみます。可愛らしいですよ、こうなんか、うん、おーよいしょ。おなんだこれ、どうなってんのこれ。あ、こうかこうか。はーい、こんな感じです。開けてみましょう。あらあら、割れちゃってるけど、あら、いろんなクッキーの種類出てきましたこれ。はい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 、多分これは一緒ですね。5種類入ってるのかな。はーい、まず1つ目、これ割れちゃってますね。うん、でこれということで、裏に何か色書いてあるの、違うのかなこれ。ステラおばさんのクッキー、あ、みんなステラおばさんのクッキーって書いてますね。味は書いてないのかなこれな。うん、じゃあとりあえず1枚食べたいと思います。ちょっとこれ食べてないですね。じゃあ開けてみまーす。開けてみました。あら、ステラおばさんのクッキー。柔らかいですね。結構ふわふわしてますね。軽いですね。うん、ではいただきます。ん？うまい！なんて言うんだろう。小麦の香りがすごい広がりますね。うん。初めて食べたかもしれない。美味しいこれ。うん。うん。うん。あ、ちょっとこう置いときます。で、もう一個食べたいと思います。ちょうど割れてるんでね。こんな感じですね。これも割れてるみたいなんで。いただきます。うん。これは、なんだろう。紅茶みたいな味がするな。うん、もうこの際全部あげて食べてみるか。うん、じゃあ次はこれです。なんかみんな家族のものが食べたいって言うんで、おっさん少しずつしか食べれないですけど、ちょっと全部食べてみたいと思います。はい、うんうん、あ、これはチョコチップですね、これね。うん、チョコチップのクック。うん、次これ撮影中してるんですけど、横で視線を感じてまーす。食べさせろっていう視線感じてまーす。だからちょっとだけです。うん。ん？これわかんないな。なんかおじさん、口の中に味がいっぱいま、来てわかんなくなります。次はこれです。お、これなんだろうな。これでーす。やってみます。よし、とりあえずしまっとこう。うん、うん、これいちごですね。うん、あー、いちごというかすごいストロベリーの味がふわーってきました。うん、おっさん初めて食べたから美味しいですね、みんなね。うん、じゃあ今日はいただき物ですけど、ステラおばさんのクッキーをいただいたので開封してみました。これでね、中からここからこれが入ってたんでね、こういうのはね、ステラおばさんのってことで、ちょっとね、中開けてみたいと。あ、中に色々書いてますね。四季折々のクッキーをお楽しみくださいと書いてますね。ステラおばさんのクッキーのレシピは100種類程度ありますって書いてますね。その中から季節に合わせたよりすぐりのクッキーを毎日愛情を込めて焼いてます。クッキーの一番美味しい瞬間を思い描きながら、職人は独自にブレンドして、こだわりの小麦粉を使用し、一つ一つ手作業でその日の温度や湿度に合わせて仕込み、成形をしています。その姿はまるできちっと対話するかのようにと、じゅわーっと黄金色に輝き上がったクッキーはカリッと、そして甘く香ばしい香りに仕上がります。一口二口と噛むに従い、織りなされる
小麦とバターの旨味と香り、そのハーモニーをご堪能くださいって書いてますね。芳醇なハーモニーをご堪能くださいですね。そして、アントラスの原点って書いてありますね。いいかい？クッキーやケーキを作るとき一番大切なのはオーブンの温度じゃないんだよ。それを誰かのために作ろうっていう気持ちなんだよ。それがステラおばさんの口癖でした。私たちは彼女の思いを受け継ぎ、手作り製法にこだわり、安全安心の品質をお届けいたしますと。わー、ここにいいこと書いてますね。なんかね、ステラおばさんの原点ということで、お店はね結構あるんですね。これね、北海道東北エリア、へー、で関東、はいはいはい、そして甲信エリアにもありますね。あ、全国にあるんですね。東海エリア、関西エリア、中国、四国、九州、沖縄と。なるほどなるほど。すごいお腹のおっさんは神奈川県なんで、神奈川県には1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所ありますね。うん。全国各地にあるみたいですよ、これ。うん、こうやって。わかりますかね。ドゥン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 ということで。はい。こんな美味しいクッキーをいただくことができたんで、今日も感謝感激です。それでは皆さん、さようなら。